バ市、高崎市、渋川市を発着するバス事業者で共通に使用できる、磁気式、プリペイドカードである。関越交通が1994年4月1日、群馬県内では初めて他社に先駆けて、バスカードを導入した。同社の方式を共通化し2000年12月12日から、関越交通、群馬バス、群馬中央バス、日本中央バス、長い運輸で運用を開始。 2002年から上新電鉄も運用に参加している。正式名称は群馬県共通バスカードだが、愛称群ネットは一般公募で制定した。基本デザインカードの図柄にあるキャラクターには群馬県のマスコットである群馬ちゃんが描かれている。制度上は回数乗車券の位置づけであり、1000円、3000円、5000円の3種類のカードがある。 3000円券と5000円券は、かつて、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県で利用されていたバス共通カードよりもプレミアムが多い。また、バス共通カードとの総合間の利用はできなかった。群馬県内に営業所、路線がある、朝日自動車、国際中央交通でも使用できない。また、65歳以上が利用できる、経路カードも用意されている。 こちらは発行する自治体によって発売金額が異なる。群馬県共通バスカード取扱い者ステッカー本、カードを使用できるのは群馬県共通バスカード取扱い者の表示がある一般路線バスである。承認運賃や複数人利用、障害者割引の適用など大人一人の料金でない場合はカードを通す前に乗務員に申告する必要がある。 乗車時と降車時にカードリーダーに通して利用する。群馬県では、ほとんどの場合あと、扉より乗車、前扉から降車なので、乗車時にあと、扉付近のカードリーダーに通し、降車時は、運賃箱のカードリーダーに通して利用する。関越交通専用のバスカードで、発売額3000円に対して4350円、利用できるバスカードである。群 ネットより割引率が高い代わりに乗車できる路線が限定されており、都根、ね・沼田地域と前橋、渋川地区の一部区間のみにおいて利用できる。なお、オゼカード適用路線、区間において軍、ネットを使用することも可能であるが、軍ネットの発売は行っていない。このカードにも、経路カードが設定されており、こちらも発行する自治体によって、発売金額が異なる。軍、 ネット導入事業者のうち、関越交通については2020年4月1日より一部路線で IC カード乗車券、パスモを導入している。関越交通以外の事業者では2022年に JR 東日本のスイカと連携した地域連携型 IC カードを導入する予定である。なお、関越交通でのパスモの導入後も引き続き軍、ネットは利用可能である。 回数券、関越交通株式会社、2020年12月11日閲覧、交通系 IC カード利用が、関越交通路線バス4月1日から、読売新聞オンライン、2020年12月11日閲覧、交通系 IC カード、関越交通株式会社、2020年12月11日閲覧、 ありがとうございます。